小さくなってね、電池が切れておってね、おはようございます。今日はわざわざありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、ご無沙汰しております。おめでとうございます。いつも動画を拝見してるんですけどありがとうございます。またパワーアップしました。いやいやいや、普通ですわ。どんどんすごくなっていってるような妹先生、あの、マスクね。私がやってるといけばな店っていうふうに皆さんが思われるんですけれども、いけばな店ではありません。あの、音楽とそれからお花を生けるというアクションを通じて、一つの時間を皆さんと共に共有をする、そして、お互いに何かを感じ合うことができたらなということで開催をしているものになります。今回こういうことができましたのは、葛西市吹奏楽団の皆さん方が、面白いやないかって言ってくださり、やろうって言ってくださった、おかげですので、まずは葛西市吹奏楽団の皆さんに、心からの感謝を申し上げたいと思います。この度本当にありがとうございます。それではさせていただいて、その後、3組、そしてまた明日3組、デモンストレーションをさせていただきます。せっかくの、まあ、機会ですので、一人でも多くの方に見ていただけたら一番いいんですけれども、こういうコロナ禍ということですので、30人までというふうな形で人数制限させていただきました。そして今回は、この普通だったら椅子に座ってっていうことなんですけれども、もう皆さんに立って自由に動いていただいて、お好きなところから見ていただいたらというふうに思います。で、こういう、吹奏楽団の皆さん方のこれだけの規模の演奏を間近に近づいて音圧を感じながら、聴いていただくっていうふうなことも可能ですので、もしよかったら演奏されているところへこう近づいていただいてですね、音圧を感じていただいたり、あるいは、デモンストレーションしているのを、見ながら、近づいて、あるいは左から右から、いろんなところから見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは始めたいと思います。よろしくお願いします。
限られた時間の中なので、ハラハラドキドキしながら見ていただいた方と、何をしでかすんやろうなと思いながら見ていただいた方といろいろ終わりかと思うんですけれども、先ほどにも言いましたようにこの空間というのは、葛西市吹奏楽団の皆様と一緒に作り上げてます空間ですので、演奏していただいた3曲について葛西市吹奏楽団の常任指揮者の中橋さんの方から、お話をしていただこうと思いますので、ぜひあちらをご注目いただければと思います。本日はお越しいただきありがとうございます。本日は家元 のデモンストレーションでやらせていただいた曲なんですけど、1曲目が風紋という曲、この和風な吹奏楽っていろんな曲ね、やるんですけど、和風な曲も結構ね出てまして、1曲目風紋という風がこう動くような流れるようなゆっくりな風もあれば速い風もあるというような、こう出だし、ね、家元 のデモンストレーションの方が滑りやすくいくようにこう追い風になるようにという意味で1曲目風紋とやらせていただきました。で2曲目なんですが大花幻想という、 こう桜をイメージした曲でして、年に1回桜が満開になる季節をこう音楽で表現したいということで、出会いもあれば別れもあるし、いろんなことで、ね、いろんなことがあってもまた来年必ず満開になるとい こう桜の、主題になったやつを出して、いろんなことがあってまた咲いてきた、1年巡ってきたというような感じで作曲された曲を、今回やらせていただきました。これが一番なかなか大きい曲で、音の厚みも、ね、結構ある曲なんですけど、で今先ほど演奏させていただいた曲なんですけど、もしかしたら知ってる方もいらっしゃるかもしれません、大河ドラマ、NHK 大河ドラマ篤姫のテーマ曲をさせていただきました。結構大河ドラマの曲なんですけど、結構戦闘的なこう戦のような感じの曲がね多々ありますけど、この曲ねずっと最初から最後までこう美しい曲で、家元の、僕も今日初めて作品見せていただくんですけど、どんな曲かそれ分からないかったんですけど、最後は綺麗な美しいメロディーで収めたいなと思ってこの曲を選ばさせていただきました。はい、以上です。どうもありがとうございました。衣装も満身折りのまたスカートみたいなの履きます。スカートでだからすね毛剃ってきたんです。見苦しいですよ男性から。これはおソロで作られたじゃないんですよ。僕これが自前でして、で、ある場所に行ったら、あ、同じやつあるやんって、これ別で見つけたんです。偶然の衣装はすごいですよね。とこの力なんです。すごい。ちょっと色合いはちょっと違うんですけど、ね、けど